Antonio Rogério Nogueira. He is a member of the Brazilian top team, one of the elite teams in the world. He's the twin brother of Rodrigo Nogueira, who has defeated such great fighters as Mirko Krokop. He has beat many opponents with his skillful ground game. His only loss in 4 years came by split decision. He has his sights set on Silva's middleweight belt. Só tô esperando a oportunidade do Craig para me botar para fazer essa disputa aí, que tô almejando muito ser campeão até o 93 quilos. Back in the jungle, you got to fight for surviving out here. You got to fight to make a living, so it's kind of, you know, why I like fighting out here, because it makes your life better. Sokaju. He's the judo champion of Africa. He has come to the U.S. with one intention: to be a pride fighter. He trains with Dan Henderson and Team Quest. Henderson was surprised by his skills at judo. His judo techniques are strong, even giving Henderson a challenge. Fighting's been part of my life, although I wasn't fighting, and it's fun to hit people and get hit, see some blood, and go home and laugh about it. Sokaju versus Antonio Rogério Nogueira. In the blue corner, Sokaju! Cameroon 共和国、ホムラ地方出身。2001年、アメリカに移住した異色ファイター。プライド初の。この男がアフリカ大陸からの選手になります。ソクジュ、戦いのバックボーンは柔道、ナショナルクラスの実力を引っ提げ、これが総合格闘技4戦目の大抜擢。少年時代はジャングルを駆け回り、なんと野生動物との実戦を繰り返してきたという、本当かどうか驚異のプロフィール。殺さなければ殺されるノール、命がけのライフスタイルは筋金入り。ホジェリオは確かに速くて強い。でもいくら強いといってもキリンよりは弱いだろう。いや、なんともこの男、我々の想像常識をはるかに超える飛行回路を持ち合わせています。笑みすら浮かべて、このドレッドヘア。さあ、プライドのリングを前にしました。アメリカに渡ってきたその目的、念願が叶う瞬間です。赤いトレーニングウェアを今脱ぎました。その筋骨隆々とした肉体があらわになります。アフリカンアサシンの異名を取る。さあ、今トップロープからジャンプイン、ソクジュ。 In the red corner, Antonio Rogério Nogueira.2006年7月以来、約7ヶ月ぶりのプライド登場はこのラスベガス。アメリカ初登場です。
ジェリオン・ノゲイラ。今回未知のニューカマーを相手としても用意周到です。約2ヶ月間にわたり兄踊り子と共に特にボクシングテクニックに磨きをかけてきたといいます。キューバでボクシングの戦いを参戦経験、全勝の実績とスキルアップに余念はなし。タイトルマッチの噂もあった今大会、バンダレシューがダン・ヘンダーソンの勝者に年内挑戦のプラン、ベルトはいずれ自分のものと決意表明、迷いなき、そして実勝へのリングインです。チームクエストアフリカ支部即時アントニオ・ホジェリオ・ノゲイラの技しぶり、リングサイドのハリソン・フォードさん、そしてニコラス・ケイさんもどう見るんでしょうか。さあ93キログラムミドル級、おなじみブラジリアントップチームアントニオ・ホジェリオ・ノゲイラ、対するはカメルーン共和国出身、チームクエストの即時プライド初お目見えのファイター、こちらの選手です。ジャッジ、レディー、ファイト。さあ、第1ラウンドのゴングが鳴っています。グローブを合わせた両者、赤いトランクス、ドレッドヘアが即時。高坂さん、はい、この選手の戦いぶり、まず楽しみですね。そうですね、本当に楽しみですね。柔道が戦いのバックグラウンド、そして現在はキックボクシングと総合格闘技のトレーナーという一面も持ち合わせています。あー、今いきなり倒した、あっという間、フックですね、威力抜群、いや、なんという結末か。ミドル打って、ローミドル打って、それから入ってくるところをフックでしたね。いや、もう組み立て方としては完璧なんですね。ただ、それが入るっていうのはなかなかないことですよ。いや、あのホセリオンが、この KO に敗北を迎えるとは、リプレイが出ました。もう、はい、打って、その後左フック、はい、フックですね。倒れた後のパウンドはもうほとんどいらないという感じでした。相当深く押してましたね。そうですね、はい、いや、充実的に、もちろんボクシングの技術でも良績がある穴のないホジェリオに、うわ、これです。いや、ホジェリオがちゃんと顎を引いてたんですけど、はい、顎を引いてたんですけど、それでも、まあ、カウンター気味に入ってるってのもそうなんですけど、はい、よくあそこに入れますね、頬骨のあたりに、はい、拳が入った模様です。いや、2005年4月にはダン・ヘンダーソンをアームバーで下しているホジェリオ、そのダン・ヘンダーソンから総合格闘技の手ほどきを受けているのがこの即時です。今日もちろんダン・ヘンダーソン大一番に登場ですからね。そうですね、それにつなげる大いなる勝利と言えましょう。いや、戦いぶりは主にスタンドでの打撃が多いという情報は伝わってきた即時なんですけれども、ホジェリオが一歩高いと思うのは自分で初めてですね、はい、自分の知ってる限りで。いや、プライドでの唯一敗戦もですね、2005年6月マウリシオ将軍に僅差の判定で敗れた、ね、あの戦いあるのみ、呆然とした表情でリングを後にします。いや、超実力者ホジェリオに対してこの荒々しい打撃、次期ミドル級王座挑戦へ視界良しとしたかったホジェリオなんですが、それをさせませんでした。また恐ろしいニューカマー現れましたね。出ましたね。でもこのフックなんかも振り切ってますから完全に、はい、腰を入れて振り切ってて、これは倒れますね。しかもあのこの体から出すフックですから、いや
いやー恐ろしい男です。早くから日本のプライドファンたちも注目していた、早く試合が見たいと語っていた、その期待に応えました即時です。